和歌山衆院選が大激変、2回息子擁立、鶴尾参議院議員、く替え断念、元幸福実現と国会議員が町長にということで、ですね、こちらについて入れていきたいと思います。はいいやー、この衆院補選の裏で、まあ、和歌山県の政界がですね、もういろんな動きがございましたと。 えまず、えー、二階さんがねこう引退表明をされた後とそこの後継の選挙区に、えー、二階さんの三男が擁立されるっていう今ねほぼほぼそういった動きになってきているとそして、えー、もう次和歌山いくから出る予定だった鶴穂参議院議員がやっぱ出ませんっていうふうになりましたそして今までのねこの国選の中で唯一の幸福実現党の国会議員であった方が まあ言ったらあの衆院補選の同日に町長選に当選しましたということで、和歌山県内ではいろんな選挙のトピックがあるんで、今日はまとめて、えー、お話をしていきます。はい、えー、まず、ですねちょっと和歌山の衆院選の状況なんですけども、あ10増10減で、えー、3つから2つの小選挙区に減りますと。はい でえー、次、和歌山1区に関しては、えー、参議院議員で鶴穂洋介さんがく外で、えー、出馬することが決まっておりましたただ、これが今回白紙になったというお話ですね、えー、そして、えー、2区に関しては、えー、二階俊博さんが出る予定だったんですけども、まあ、引退を、えー、表明されまして、えー、三男の二階信也さんにおそらくなるだろうというお話ですねもともと和歌山2区で、えー、活動されていた元総務大臣の石田さんに関しては えー、近畿の比例単独ブロック、こちらに出る予定に、えー、なっております。はいまあ、そんな状況の中で、二、まあ、階さんが、ねまあ、最近、衆院選の出馬を、えー、表明されました、まあ、この裏金問題とかで、まあ、成績責任、まあ、監督責任者としての,、えー、とこの責任を果たすということで、えー、出馬を決められましたと。 やめられなななかったた世耕さんが逆にに、ね、自民党を離党党離離勧告受けて、えー、離党するとというようよ、えー、形になりましたと、はい、だから世耕さんはね次やっぱ総理大臣を目指すために参議院議員から衆院選でく替えを狙っていて、まあ、特に二階さんが引退した後のこの選挙区っていうのを狙いに行っていたんですけども、まあ、世耕さんが今一番動けない時期自民党をねも離党処分を受けましたしなんなら秘書がね青年局のダンスパーティーでチップ口移しをしていたと、まあ、これがね、まあ、鶴穂系の和歌山県内の議員が、まあ、リークし みたいなお話はありますけどあとね高級クッキー疑惑とかいろいろな状況がある中で、えー、二階さんが絶妙なタイミングで引退を表明されましたとそして、えー、今回ですねまあ言ったらちょっとまあ世襲かみたいな形にならないような形で和歌山県の町村会がむしろね二階さんの息子を養成しましたと。 二階さんが決定したわけじゃないですよ。二階さんの地元の人が後継を要請したみたいな、今そういった展開に持っていこうとしてるっていう、えー、とこですね。和歌山県の町村会が全会一致で二、えー、階信康さんに出馬の要請をしましたっていう、えー、とこですね。で、しかもこの町村会っていうのが、まあ、めっちゃ強くてですね、まあ、21の和歌山県内に町村があるんですけど、これ全部次、あの、和歌山2区なんですよ。はい。<laughs> だから、こう実質和歌だからこの、いった町村会の、い、まあ、ったら他例えば世耕さんとか出たとしても、21の町村のこの支援を受けられないという、えー、状況になるわけなんですね。はい だから、この21の、これも言ったら和歌山県内の町村会っていうのは、実はですね、この前の和歌山県知事選の時にもかなり影響を及ぼしておりまして、もともとね、世耕さんが別の省自民党公認で擁立しようとしていたんですけど、それがですね、急に和歌山県のまあ町村会が、いや、 あの世耕さんの方じゃなくてあの岸本秀平さんえ元々国民民主党の国会議員だった、えー、方をですねそっち押すっていうふうに決定されてそこからこう目まぐるしくなって最終的に自民党も岸本秀平さんの方に乗るっていう結果、えー、になってきましたとまあ、それぐらいこの和歌山県の町村会の影響力っていうのはめっちゃ強いっていうもう和歌山県知事選のねもういったらこう決定まあ、言ったら自民党のいったらもう流れみたいなひっくり返るぐらいの影響力を持っているという、えー、状況なんですけどもで今回そこがまあ、二階さんの、えー、三男二階 さんに要請をしたってところですね今46歳の年齢で、まあ、公設大衆とかもやっていて秘書歴も10年ですと。で一応2回きはね、えー、一応あのさ、えー、長男次男三男いるんですけどもやっぱりねこう三男に関してはすごい評判がいいんですよ。もともとね、えー、全日空アナ出身でまあ元々サラリーマン経験もあってそこでねすごい腰の低い方だっていうですね、えー、そういった評判もありまして全然偉そうじゃないと。 逆に長男次男に関しては、まあ、かなり評判がね悪かったりするんですけども、まあ、その分三男はいいみたいなところに関しては、まあ、いろんなそれこそ記者さんとかからもね、えー、結構聞いたりもしますというところですねはいこれないろんな記事とかだけじゃなくてあーいろんな人に聞いてもやっぱり二階さんの三男に関しては評判がいいですねなんか悪く言ってる人聞いたことがない感じですはいで二、えー、階信康さんに関しては重く受け止めなければならないとか私の一度のみで重要な決定はできかねるとかねいろいろ答えてるんですけどもいいいいいいそうどう 受けるんでしょって別にこの一回建て前いらないですみたいな感じなんですけども延屋さんになりそうですとはいでちなみにねこの長男の二階俊樹さんもじゃあ何か出席えー、次の、えー、後継を狙っていたみたいなねとこも、まあ、意欲を示していたみたいな子こも言われておりましてただこの自民党和歌山県連の会議の場には二、えー、階俊樹さんも出席しておりましたとはいなのでえー、もし 一応ですね、都市記さんも了承するとか、都市記さんの目の前でそういった、ね、決定みたいなのもあったってところで、えー、28日、二階氏の講演会、新風会も、えー、最終的には二階信康さんに指名があったと。でしかもそれに関しても、二階長男の都市記さんからの提案があって、えー、二階さんの後継者も、えー、あ二階氏の講演会も信康さんの、えー、指名があったとてところですね。なので、今回、町村会も信康、えー、さんの方についてますし、 えー、二階さんの講演会も信さんの方についてますしそして。 これ兄弟で分裂するんじゃないかってねこういったこうバチバチの兄弟対決あるかもみたいなことも言われてましたけども兄弟としても、えー、信さんを応援するってとこでもう完全に盤石な戦いになってきてるっていうような、えー、とこですねでなんならこの長男の二階俊樹さんの方から、えー、二階俊博さんに、えー、お伝えしたということでまあ親父にもお伝えしたみたいなねそういった記事とかも、えー、出てましたけどもなんかそういった、えー、状況になってるってとこですね一方じゃあ世耕さんねこの和歌山2区の擁立の意見あったのかみたいなところで言ってないってとこも言われてました で和歌山県の町村会の会長がですね、えー、世耕さんのく替えはあくまで自分のため自分が総理になりたいとか首相になりたいためにだこれが世耕さんのこの動きっていうのが和歌山県のためになるのか疑問ですみたいな <laughs> めちゃくちゃボロクソに言ってましてはい。<laughs> <laughs> 石耕さんの倉がいはただ自分のために、自分のこの欲を叶えるためにやりたいだけですよみたいなことを言われてるとか、超ボロクソに言ってんじゃんみたいなね、えー、感じなんですけども、えー、とにかく和歌山肉に関してはもうほぼほぼ二、えー、階信也さんに決定すると、まあ、最終的に、えー、と自民党の和歌山県連のところで、えー、決まって党本部の公認みたいなところになると、えー、最終的にはもう完全っていうところになるんですけども、えー、どこかで二、えー、階信也さんがね、行ったら、 出馬会見とかされるのかみたいなところもちょっと注目なポイントなのかなと思っております。はいまあ、本当はね、二、まあ、とし樹さんも出て、二階信康さんも出て、二回派の分裂で、さらに世耕さんまで出てくると、一番面白い選挙だったんですけども、多分そんな感じじゃなんなそうですというところですね。 で、ちなみに二階俊樹さんに関してはやっぱちょっと評判が悪いって部分がねもう2016年のごぼう戦でもう出ちゃっておりまして元々現職の方がねまあ、引退決めたんですよで引退しようと思ってたら次ね二階さんのこの長男が出るって言ってもうこいつにだけは任せられんみたいな形で、えー、もう一回現職が出てただね二階さんだったりとかええ時効推薦は二階俊樹さんの方についてしかもこれ二階さんの地元ですからねえ二、ー、階さんが自らいろんな支援者とこに電話してもえー、勝つことができないぐらい地元の評 番が悪かったったていう、えー、とこですねで現職に負けてっていうとこだったんでだ二階俊樹さんが後継出たとしてもじゃ自民党がまとまるのかっていうとちょっとまとまんなかった可能性もあるっていう、えー、感じでございますただ二階信康さんだとかなり地元もまとまるっていう、えー、とこなのでそれはね、あのー、選挙を多分自民党が勝つ上では、まあ、最善な選択なのかなという風に思いますしかもねやっぱ道路とか二、まあ、階さんがこうやって引っ張ってきた部分っていうのがあるんで地元の方まあこの 外の人からすると、なんか2階道路みたいな形でね、揶揄されたりしますけど、地元の人はめっちゃ感謝してるみたいなんで、まあ、そこはやっぱり二階さんへのもともとの恩があるんで、まあ、いくら接種違反されたとしても、まあ、全然強いっていうような、えー、状況ですよね。はいまあ、前回のね、この衆院選に関しても、二階さんに関しては大圧勝、えー、されていた選挙になっておりましたと。はい で、えー、次予想される顔が、おそらく二階さんの三男が自民党になって、えー、そして共産党の楠本さん、はい、に、えー、なりそうですという、えー、とこですね。くすもさんはね、一回 あのー、共産党なんですけど、自民党の県議に勝つみたいな、えー、二回キラーみたいなこと言われてましたけども、まあ、この三男に相手になってくると、やっぱさすがに厳しいのかなっていうふうには、ええー、と思います。はい。えー、そして、えー、もう一個大きな動きがございました。で、鶴穂洋介倉替断念でとこで、まあ、和歌山県議会議員の有志だったりとか、それこそ、えー、 県町村会の、えー、岡本会長がくら、まあ、替えを見送り要請をしたというところですね。で鶴尾さんは従うべきだという、えー、結論になったというふうに、えー、言われておりますと、まあ、その大きな理由として、まあ、世耕さんが離党したりとか、まあ、二階さんがこう引退されているところで、まあ、和歌山県内の国会議員が、まあ、いなくなってくると。 そうすると、県全域のパイプを持つ自民党の国会議員がいなくなってくるんで、ちょっと待っても待ってもいいですかみたいな。ちょっと衆院選出ないでくださいと。で、しかも次衆院選出たとしても、勝てるのかわかんないと。で、一,一応質問の段階で、こう、裏金問題で自民党の逆風があって、勝てないからっていうのは影響したんですかみたいな、えー、とこも、ね、あるんですけども、影響あるけどメインではないっていうふうには、えー、言われておりましたね。はい。 まあそれこそだから次の衆院生和歌山一区でそもそも鶴保さん出て勝てるのかっていう問題もありますしあと個人的にはねやっぱ参院選の2025年問題があるんじゃないかなって思うんですけどもまあここに関しては。 えと次の参院選2025年、えー、と鶴穂さんに関しては2022年の参院選で受かってるんで一応6年間の任期あるんです2028年まで参議院議員でいられるんですけどもで2019年の参院選で受かったのは世耕さんなんですよなので世耕さん次衆院選でくら替えしなかったら、えー、もう一回参議院議員になるためには2025年の、えー、参院選に出るはずなんですね。 で、ここが、多分自民党のね、多分公認もらえないと思うんで、えー、無所属で世耕さんが出て、例えば和歌山県連、自民党和歌山県連が別の章を立てていくのか、えー、そういったところも注目になりますし、でもしこれ鶴穂さんが、まあ、衆院選出たら、参院選の2025年に解て定数2になっちゃうんですよ。えー、6年間に、1位の人が6年間の任期。で、2位の人が、えー、鶴穂さんが、辞、えー、めた穴を埋めるための3年間の任期。ここになるんで、なので、 そうすると、これ、維新が入り込む余地があるんじゃないかなっていうふうには思います。なので、参院選、もしこれ、鶴穂さんが辞めると、えー、参院選2025年で自民党維新が勝つみたいな展開もあるかもしれないし、なんなら世耕さんと維新が勝って、自民党が負けるとかね、そういった展開もあるかもしれないんで、いや、ここの参院選ってことを考えると、まあ、鶴穂さんがくらがい断念したっていうのは、僕はえ自民党目線でいくとかなり賢明な判断だったんじゃないかなっていうふうにはえと思いますね。はい。 まあなので、まあ元々和歌山県に関しては定数1なので参院選に関してはね。はい。で、おそらく多分、維新も狙ってくるんじゃないかなというのを思うんで、まあその中で、まあ世耕さんが辞めないとなると定数1になると、えー、自民党が、まあ、 一つにまとまりやすくな,なるのかなっていうふうには、えー、と思います。これ定数2だと世耕さんがより、ね、出やすくなる。あ2だったら受かるんじゃねえかみたいな形で世耕さん出やすくなると思うんで。いやー、ここはちょっと注目なポイントかなと思います。はい。まあ、もともとね、これ和歌山一区っていうのは、あの、去年のね、補欠選挙。まあ、ここで維新がね、勝つってところで衝撃がありました。 え選挙最弱って言われてるね、加藤裕文さんが、まあ、負けたんですけども、だってね、あの岸田さんが爆発物を投げられたのに負けてますからね、はい、まあ、そういった状況で石新の林由美さんが勝って、まあ、そこで次、えー、鶴穂さんはもと地と知名であるんで、まあ、ここはどうなるのかっていうのは注目されておりました。はい でここが、えー、鶴穂さんがいなくなって林美さんそして参政党の林本さんまあお父さんがね参政党の和歌山市議の、えー、方になっているんですけどもまあそういった、えー、形になっております。はい、だ自民党が出た次和歌山一区誰を選んでくるのか えまずここは注目かなと思いますしあと世耕さんが和歌山2区で次出るのかどうかとかねまあそこもえ注目なポイントなのかなと思いますで,でこのじゃ維新の林由美さんはじゃあ鶴尾さんいなくなってよかったよねみたいな見方もあるかもしれないんですけど、えー、ただですね和歌山維新もかなり打ちげ場がありまして、えー、林由美さんのえ旦那さんがねまさかあの維新から離党勧告受けると <laughs> 国会議員の旦那が離党勧告受けるっていう状況で、まあ、ここも打ちげ場ですはい。 まあ本当にどっちが悪いのかどうかっていうのは置いといて、まあ、かなりこの権力争いみたいなところで行、ねえー、ったら、この和歌山維新のこの処分にね、服を申し立てた人とかが処分く食らったりみたいなところで、まあ、いろんな長崎とか、いろんなとこでもね、内紛がありますけど、も、和歌山維新も内紛が起こっているという、えー、とこなので、維新もこれ和歌山県内では一枚岩ではないというような、えー、状況です。そんなな中でで今回はは出なかったったていい。う、えー、とこですね。は まあ、衆院選はね、和歌山1区2区とも次、注目なのかなと思っております。はい。そして、えっと、4月の28日、これ、和歌山県白浜町長選というのがありましたと。で、ここで、えー、70歳の大江康弘さんという新人の方がね、えー、当選されて、まあ、現職3期の伊谷さんという方を倒しましたと。はい。で、まあ、これが、まあ、ちょっとね、まあ、選挙界隈には、プチバズりをしておりまして、この大江康弘さんという方がね、もともと、まあ、唯一、まあ、 この大家スイルさんはもともと参議院議員だったんですけども幸福実現党だった時代がある方なんですよ。はい、だからこの幸福実現党を経験のある人が今回町長々に当選したっていうので、まあ、この補選の裏で話題になったりとかも、えー、してましたっていうとこですね。はいえー、大家スイルさんに関しては1970年代はもう大ベテランです。はい、<laughs> 和歌山県議和歌山市選子でロッキー務められましたと。 でなんならね二階さんとも関係性も良くて二、えー、階さんまあてか和歌山県内がねこういった動きみたいなの結構ね1993年とかいろんな新党とかで、ね、こういった第三極みたいなのありまして二、まあ、階所の動きに合わせて自民党離党して新政党に入ってその後新進党に入ったりとか、えー、そして2000年に関しては和歌山県知事選に出られたんですけども落選してしまいます。 当選、えっと、2001年ですね、え、こちらに関しては参院選の全国威力に出られて、当時自由党で出てました。そこで当選されて、え、2007年に関しては途中でね、ま、あ、自由党と民主党、え、合流するってタイミングの時に、え、参院選全国威力で民主党で出られて、え、当選するていうような形になります。ただ民主党とはやっぱ考え方が合わなくて、ことで、え、その改革クラブっていう、え、ところに入って、そしてね、なんか、舛添さんが、あの、新党改革っていうのやつをね、作ろうとしたんですけども、え、そこに反発する形で、え、合流しないと。え、そこで、え、改革クラブから離れられ、 ましてえー、2010年の5月になんと幸福実現党に入党すると。はい そして、まあ、わずか、えー、数ヶ月で2010年の10月に離党したと、まあ、ここはかなり盛り上がってましたね、はい、もう唯一の福実現党の国会議員はもう大安医療さんもう最初で最後になってるんでね、はい、そんな形ですとで、えー、2013年2016年に関してはまた、ね、自民党に戻られまして、えー、参院選全国履歴出たんですけど落選しますとで2018年に関しては和歌山県知事選も、ねえー、出ようとして狙ったんですけども、えー、自民党の公認を得られず断念ってところですだから2019年参院選のタイミングに関してはそれこそ えー、和歌山県内の自民党の議員が、まあ、こういった集会とかで応援ですとか、えー、それこそ鶴穂さんとかね、えー、いろんなメンバーとかもされてましたってとこで参院、まあ、選全国入り区和歌山県内から押す声あって、えー、自民党から出ていたんですけどもそこは落選してそれでさ和歌山県知事選で出ようとしたんですけども、えー、自民党の交流を得られず、えー、断念しましたとで2020年の白浜町長選に関しても落選ってとこで、まあ、なので、まあ、言ったら2013年の参院選全国入り区から、まあ、10年以上も落選が続いていて 議員じゃない経験があったんですけど今回この久しぶりに当選することができたっていう方になったります,すごいソーリーな方だなっていうふうに思うんですけどもでそもそもこのね方がなんで幸福実現党入ったんですかっていう。 一応、これ、あの、私は幸福実現党、も言ったら、幸福の科学には入信はしないってとこも、あの、記事とかにもなったりしていて、宗教に入んないですよっていう、宗教には入ってないけど、まあ、外交、防衛の考え方が一緒ってとこで、幸福実現党に入ったっていうふうにも言われてます、あ。確かに、まあ、幸福実現党は結構、まあ、台湾派みたいな、えー、とこもありまして、まあ、実際、この、えー、大江さんに関しては結構、台湾外交と結構やられている方になっておりましたと。はい。で、幸福実現党のね、このセンター委員長とか、 だったんですけどもあの入党の翌日に降りるように言われたっていうエピソードがめっちゃ面白くてですねはい言ったら会見の時になんかめっちゃやっぱ騒がれたんですよあれそしたらあれちょっと党首の存在超えてませんかみたいな で、なんか、天上界から降りろみたいな声があって、<laughs> 降りろに言われたみたいなえ、そういったお話もありました。そして、あの、最終的に離党されるきっかけになったのが、2010年の沖縄知事選ですね。ここで幸福実現党と対立するようになります。えー、大江さんに関しては、まあ、現実を見て、現職の中井町知事を応援するっていうのを主張したんですけども、幸、え、福、ー、実現党は独自候補、えー、擁立しましたと。で、その理由も天上界の声っていうですね、ところで、えー、大川隆法総裁も了解しているっていうことで、まあ、言ったらだから、本当にそういったね、えー、もう許可とか、 まあ選対委員長に許可なくこういった擁立が決まっちゃうっていう、えー、天井界の声があると、選対委員長の声よりも大きくなってしまうという、えー、そこのエピソードがあって、最終的に自分の意見も通らないみたいなえー、とこになっていて、最終的に離党されましたってとこですね。で、大川隆法総裁になったら一度きりっていうね、お話もありましてってとこなんですけども、まあでもとにかく今回、もうやっぱり、口腐舌言動で国会議員だった方が長女になったっていうのが、やっぱそこが、 かなりちょっと話題になっていたってとこでまあ今回白浜町長選取り上げさせていただきましたはいまあなのでねちょっと今後、えー、どうなっていくのか、えー、注目でございますだから和歌山はねまだまだこう二階信康さんでまあね一度かなり話題になってたとか決まいそうなんですけどもまだまだ和歌山一区が自民党誰になるのかって問題もありますし最終的にはやっぱ世耕さんがこのまま終わる人材だとは思えないんでどういう風うに動いていくのか 楽しみでございます。えー、ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。